いざ出陣その2。ではスタンド&ドロー。はい、よし、鶴丸国長にライド。はい、はい、これでグレード3になりました。ではナマズを東四郎でブーストして、獅子王でヴァンガードにアタック。はい、じゃあここは平野東四郎でガード。はい、じゃあガード成功ですね。はい、ドロップゾーンに行きます。では次はヴァンガードで相手ヴァンガードにアタック。はい、じゃあこれはガードができないのでノーガード。はい、でグレード3のヴァンガードはなんとドライブチェックが2回できます。はい、では1枚目。はい、あーなし。2枚目。はい、おゲット。スタンドトリガー。このトリガーはアタックが終わったカードをスタンドすることができます。つまりもう一度攻撃できるんです。じゃあ獅子王をスタンドし、さらにパワープラス5000。はい、じゃあこっちのダメージチェックに移りますね。はい、ダメージチェック。あ、トリガーは出ませんでした。そのまま1ダメージ増えます。はい、ではもう一度獅子王でヴァンガードにアタック、うん、ここはインターセプトをします、うん、はい、グレード2のカードはですね、手札からだけではなく前列のリアガードサークルからガードすることができます、うん、これがインターセプトです。はい、ではターン終了。はい、では僕のターン。スタンド&ドロ。はい、じゃあ今回はウグイス丸にライド。お、はい、そしてここでいよいよ取っておき、はい、こちらのジェネレーションカードの使い方を教えちゃいます。これのことですね、うん、お互いのヴァンガードがグレード3以上の時にジェネレーションカードを使ってストライドすることができます、はい、これはいわゆる必殺技ってやつです、うん、今からやってみますね。ストライドはとっても強い能力なんでコストを払う必要があります。手札からグレードの合計が3以上になるように1枚以上選んでドロップゾーンに置きますと、はい、これで準備は OK です。今回は手札からグレード3の次郎たちをコストとしてドロップゾーンに置きます。はい、そうしたらジェネレーションゾーンから好きなカードを選んでヴァンガードにストライドします、うん、今回は SP カード三日月宗近にストライド。何、ストライドのカードは1万5000プラスって書いてありますよね。下にあるヴァンガードのパワーにプラス1万5000することができます。つまりウグイス丸の1万1000プラス三日月宗近の1万5000で合計2万6000です。さらに陸奥神義行のブーストで三日月宗近のアタックは3万1000です。じゃあ参りますよ、ブースト、3万一戦で、お、ここはガードします。はい、この3枚でパワー4万1000です。ですね。はい、じゃあ次はこっちのドライブチェックですね。なんとストライドするとドライブチェックが3回できます。超強い。じゃあいきますね。1枚目、あ、なしですね、うん、はい、じゃあ2枚目いきます。はい、おっとクリティカル来たぞ。トリガーが、じゃあグリティカルとプラス5000全部真ん中に乗っけます、はい、はい、続いて、おい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 どないなっとんじゃい。グリティカルとプラス5000全部真ん中に乗っけます、これでですね合計のパワーは4万1000か、4万1000で同じだから攻撃がヒットです。わ、そしてクリティカルが2回出たのでダメージが3点です。じゃあダメージチェックします。はい、1枚目。はい、よしよしよし。そして2枚目。はい、お、ヒールトリガーが出ました。ね、じゃあ1点回復ですね。はい、はい、1点回復。よし、じゃあ3枚目いきます。はい、よし、あー、トリガーなしですねということは6点。ということは僕の勝ちになります。ありがとうございました。ありがとうございました。皆さん、ヴァンガードのルールお分かりいただけたでしょうか。今日はね、分かりやすく説明するためにちょっと、はい、紹介しきれなかった能力もあったんですけど、うん、まだまだいろいろな能力があるのでぜひファイトに慣れてきたら使ってみてくださいね。はい、というわけでですね、ファイトの最中でわからないことがあったら、ホームページのルールコーナーだったりヴァンガード事務局にお問い合わせいただければ、対応いたします。ぜひ楽しんでくださいね皆さん。はい、じゃあ浜さん、はい、もう一度
はいとしましょう。次は負けませんよ。望むところですよ。ということで、バイバーイ。